このコンピューターにレコーディング。このコンピューターにレコーディングというのを、はい、押しました。押してくれた。OK です。私の声が小さい。2022年10月9日日曜日16時半になりました。災害ユートピアの番組をスタートします。では藤村坊陽さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、災害ユートピアの時間を始めたいと思います。今日は、先生にお越しいただきましていろいろお話をいただきたい。まずちょっと福和先生のご紹介をします。今画面に耳の聞こえない竹さんがまだ来ていないので、ちょっと待ってください。竹さん。竹さん来てないんですけど、竹さん用にちょっとご、福和先生の、ちょっとご紹介も、したいということで、ちょっと画面を共有します。これは見えてますでしょうか。はい、OK です。見えてます。はい、福和伸夫先生を簡単にご紹介します。名古屋大学のご出身で、少し清水建設に行かれた後、名古屋大学に帰られて、名古屋大学の教授で、名古屋大学減災連携研究センター、のセンター長をやっておられて、その時に私は福和先生に呼んでいただいて、この名古屋大学の減災連携研究センターでお話をさせていただいたこともあります。日本地震工学会の元会長で、現在、今年の4月、3月に名古屋大学を退官されて、現在は名古屋大学の名誉教授で、愛知名古屋強靭化競争センターのセンター長、まあ、他にもいろいろやられているようですけれども、そういう福和先生に今日我々が今までやってきた災害ユートピアというのをの前に、私は福和先生の講演を何回かお聞きしておりまして、先生がいつも大きな災害の後は大きな歴史的な転換があるんだというふうにいろいろお話をされております。その歴史的な転換の中の一つに災害ユートピアもあるんではないかと思って、そのもともとの災害と歴史の転換ということについて、福和先生に、お話を基本的に伺いたいと今日お越しいただきます。先生、すみません。よろしくお願いいたします。あ、先生、あ、ごめんなさい。入党でしたね。はい。福和です。よろしくお願いします。これは、やり方がよく分かってないんですけども、はい、録画されたものが、その後、どっかにアップロードされるっていう仕組みなんですか？そうです。このミラクルテレビという Zoom のテレビ局の、はい、基本のホームページがありまして、はい、そのホームページの中にアーカイブとしてですね、わかりました、残っていくものですね、はい、わかりました。残るとなると慎重に喋らないといけないんで消え物だったら何でも喋ってしまうんですけれどもじゃあちょっと慎重に喋ります、はい、はい、それでは画面を共有させていただきます。じゃあ1時間ぐらいお話をさせていただこうと思います。よろしくお願いします、はい、ちょっと待ちください。あれ、ちょっとなんか、ごめんなさいね。どうしてかな。すいません。これで、
あ、ちょっとハングしちゃってるので、ちょっと待ちください。なんでだろう。みんな来るの遅い。ごめんなさい、今からもう一度やります。はい、それで、ズームで、よしと、画面の共有で押して、で、これで、共有で、これで見えてますでしょうか。全体が見えてます。これ全体見えますか、これで。はい。はい、それではお話ししたいと思います。はい、この写真は、名古屋の、東にある山の上から名古屋の全景を撮ったものです。西側を見たものです。で、実はここに、養老桑名四日市断層とあって、で、その向こう側が養老の山になっています。で、手前が名古屋の町なんですが、この養老桑名四日市断層という、断層によって、ここで山が、盛り上がって、で、こちらの、名古屋の町側が沈降して、で、できているのが名古屋の町です。で、この、養老桑名四日市断層っていうのは、だいたい1000年に1回ぐらいずつ、大きな地震を起こして、全体として、3000メートルぐらいのギャップを作っています。どんな、感じかというと、こんな感じなんです。で、ここの、場所、崖のような、形なので、養老の滝という滝があって、これが、断層です。で、この深さは2000メートルぐらいありますから、だいたい 1.5 メートルぐらいずれるマグニチュード7クラスの地震が、2000回ぐらい、起きることによって、この町ができてきていて、で、西がどんどん沈んでいきますから、西端に木曽三川、木曽川、長良川、揖斐川が流れていて、東側が高く。で、この場所は、日本一広い海抜ゼロメートル地帯になっています。で、本来はこの厚田台地というところの上に町があったんですが、人が集まるにつれて、どんどんこの低いところに行ったり、丘陵地を使ったりするっていう形で町ができてきています。で、もともと蒸気機関車っていうのは、火の粉を吐いたり、煙を吐いたりする、迷惑ものだったので、人間が住んでるところには作らずに、とっても具合の悪いところに作って、で、そこに、東京の人たちが、アンポンタンなので、東京の資本の、ビルがここにいっぱい建ってきてます。で、名古屋の人たちはちょっと、賢いので、ちゃんと台地の上に町を広げています。で、日本中どこへ行っても、東京資本の、建物は、台地ではなく、蒸気機関車を、作った、とってもズブズブのところに、大きなビルを作って、東京の人たちが、まあ、お金儲けをしてるというのが、日本の図式であるというふうに、感じられます。で、もともと、それで、なぜここにお城ができたかといいますと、1586年に、ここで大きな地震が起きて、で、清洲城がとっても大きな痛手を受けたので、それが1586年です。で、その後、江戸になって、家康さんが、清洲では大阪の見張りができないぞ、というふうにおっしゃって、町ごと高台移転をして、この台地の上に名古屋城を作るということをしました。で、そもそも昔は、名古屋の町は全部海でした。これが厚田台地と呼ばれる台地で、見ていただいてわかるように、そこら中に島があったっていうことがわかります。で、これが徐々に埋もれてきて、大体江戸の初期には、この辺りぐらいまで、陸になりました。ですが、
熱田までは海だったので、熱田から桑沼までが七里の渡しで、海の中を東海道を渡ったということで、その場所の元がこの熱田神宮です。で、これが清須の城下で、清須の町は、1610年に町ごと引っ越しで、この台地のところのここにお城を作った。で、ここのところに崖があります。こういうふうに。で、崖の端っこのところに名古屋のお城を作ったことになります。で、一番南のところには、熱田神宮。一番北のところにお城で、ここに堀川という川を、運河を作って、ここだけが台地だったわけです。で、そういうふうに、まあ、できたんですが、実はこの名古屋城ができたのは地震のおかげなんです。養老桑名四日市断層で起きた天正の地震によって、清洲城が大きな痛手を受けたことによって、高台移転をして名古屋の町が作られた。そういう意味では、これはある種、災い転じて福となすというか、ある種の災害ユートピアの結果でもあるというふうにも感じられます。で、実は3つの、都市は、作られた時期がちょっとずつ違います。最初に作られたのが大阪城で、大阪城が作られたのは1583年です。で、この場所に大阪城を作られたんですが、これもともと本願寺があった場所になります。で、その場所を、家康が気に入って、ここに、お城を構えました。どうしてかっていうと、周辺がズボズボで、攻め手が南からしかなかったということで、お城をここに作ったんですが、残念ながらここでは手狭だったので、大阪の町はどうしたかというと、まあ、商売の町でもあったので、この西側の、ズブズブのところに運河をいっぱい作って、で、町を広げたわけです。で、この東側のところも、西側のところも昔は海でした。で、これ、海だったところを、潮の満ち引きで、水が行ったり来たりするので、波が早く流れるということで、何岩っていうような地名につながってきていると思います。で、このズブズブのところ、ズブズブのところにあるので、大阪の地震危険度は極めて高いはずで、で、宝永の地震の時も、安政の地震の時も、ここは津波で大変な痛手を受けているということになります。で、最初に作られたのが大阪城。次に作られたのが江戸で、1590年に、家康が、関東に天保になってお城を作り始めました。で、やっぱり、家康さんも武蔵野台地の端っこのところに、作ったということになります。で、その後、この東側のところを、干拓して、で、まあ、田んぼをたくさん作るということをしました。で、日比谷の入り江のところを天下普請で埋め立てるということをして、神田の山を削って、まあ、埋め立てたということで、まあ、そこに外様大名たちの、屋敷を作るというようなことをして、普代大名はみんなこっちのいい場所、西側。で、東側のズブズブのところに外様大名、大名たちの町を作るということになり、で、その後、明治になった後は、そこズブズブの場所、本当はそこに官庁街作ろうとしたんですが、あまりにもズブズブで官庁街が作れなくて、日比谷公園として残すなんてことになりました。で、明治政府は、金に困ったので、この場所の、北の方を、岩崎家に買ってもらった。それが今三菱地所が、まあ、開発をした場所になります。かつて日比谷の入江というズブズブだった場所に大手町丸の内有楽町があって、そこにやっちゃいけない超高層ビル群を作ったというのが東京になります。そんなこともあって、元禄の関東地震、安政地震、大正関東地震の時、常にこの、かつての日比谷の入江のところが被害の中心になるというようなことになってきたと思います。で、最後に、作られたのが名古屋なんです。
で名古屋は1610年に清須から名古屋に移る、先ほどの理由で移ってきたので、この熱田台地の西北端のところにお城を作り、この南端のところに、熱田神宮がありっていうような町になっていて、基本的に、明治まではこの台地の上で、過ごしていたということになります。で、台地の上だったので、宝永の地震や安政の東海地震、濃尾地震で名古屋の町はひどい痛では受けていないということになります。で、ここに、赤い点々点と黄色の点々点がいっぱいありますが、これは東証一部二部上場会社の本社がある場所です。見ていただいて分かるように最も叱られますけども、ダメな町を作ったのが大阪、次にダメな町を作ったのが、東京、我が愛知は地道なので意外と安全なところに、本社があるということが分かります。ただちょっと、最近東京内図してきたので、アンポンタンな名古屋駅周辺に、高層ビルを作って、そこに本社が移り始めているという状況もございます。というような事柄を頭に置いて今日はお話をしたいと思います。で、名古屋の町はできた後、なぜできたかというと、天正の地震の後の清洲越しで名古屋の町はできました。その後何が起きているかというと、1660年に万事の大火という、火事があって、それで、幸福院の道を作らないといけないということで、広小路っていう広い道ができました。これはちょうど、東京で吉宗が、将軍になった後で日よけ地を作ったりしたということを先駆けているということになります。さらに1700年に元禄の大火っていうものがありましたので、4軒の幅の広い道っていうのを堀川沿いに作って、これしけ道って言いますけども、それによって、防火帯を作るということをし、このしけ道の周辺に、土蔵をたくさん作って燃えない町を、作るっていうようなことをしました。で、そういったおかげで1708年の宝永の地震、これ南海トラフ地震ですが、この時には、お城は痛手をあまり受けませんでした。で、ちょうど、この後に、名古屋は広小路をうまく使いながらめちゃくちゃ繁栄をするという時代を迎えます。徳川宗春の時代です。で、徳川宗春と、徳川吉宗はとっても仲が悪くって、質素倹約の吉宗と、とっても華やかな町づくりをした、宗春とは、仲違いをして、蟄居処分を受けるということにその後なります。さらに戦争中に東南海地震を受けます。で、この戦争中の東南海地震、これが多分原因で日本は戦争を続けることができなくなったと思いますけれども、その後、空襲でもひどくやられました。なぜならば日本の軍需工場の一番の中心が名古屋だったからです。で、ひどくやられて、で、その後戦後の復興の時に100メートル道路を、縦横に作ることによって、道路の、広さでは非常に有名な町ができたということで、いずれも災害を、契機に町づくりが行われてきて、それが災害に強い町につながっているというような経験をしている町、であります。で、そういったことを、頭に入れながら今日の話をしたいと思います。で、基本的に、日本列島は皆様ご存知のように、プレート境界に位置していて、アジアモンスーンに位置しています。で、アジアモンスーンができたのも、プレート運動でヒマラヤの山ができたからアジアモンスーンができています。で、そういった2つの、アジアモンスーンとプレートの沈み込み帯であるということによって、赤稜山脈ができ、で、それが、季節風を受け止めて、雨の恵みをもたらし、で、火山によって非常に美しい、景色ができ、温泉なんかもあるというようなことになりましたが、そういう恵みとは裏腹に、
必ず解雇型アシシンができる。それから、副次的なひび割れである活断層による地震もある。それからプレートが潜り込んでいくと、ある深さまでいくと、融点効果によって周辺のマントルを溶かしてマグマが上がってきて、火山がある。これが赤稜山脈を作り、この赤稜山脈が季節風やを受け止めることで雨の恵みと同時に、豪雨災害をもたらす。さらに台風もある。で、この山々は急峻なので、急流河川なので水害や土砂災害を起こす。結果として、日本は平地も少ないから、その河川の一番の出口のところの河口部に沖積低地を作っているから、洪水や、強い揺れ、液状化を起こしやすいというような、まあ、そういうようなことがあるので、世界でも稀な、日本文化という、災害と折り合いをつけるような日本文化を作ったんだというふうに思います。ただそういったことを最近忘れがちであるということと、日本の歴史教育はおそらくあまり良くなくて、文明史と、人物史しか教えてないので、多分、私たち日本人は、誤った価値観を持っているように思います。で、ちょっとまずいかなと思って巣ごもりしているときに、災害の歴史と日本の歴史と、世界の歴史を全部重ねるような年表を作ってみました。左側が、普通の歴史です。真ん中が地震の歴史、右側が地震以外の災害の歴史と感染症の歴史が書いてあります。色別に、災害の種別が書いてあります。これ作ってみて、じーっと見てみると、災害が重なった時に歴史の転換期を迎えてるというふうに感じられます。で、それを抜粋したものがこれです。で、おおむね100年に1回ぐらいずつ、災禍が重なると歴史的転換期を迎えているように思います。天平の文化が生まれたとき、国風文化が生まれたとき、諸行無常のとき、そんなことが日本ではありますし、世界ではルネッサンスが生まれたきっかけ、あるいはアステカやインカが滅亡したきっかけ、あるいは、ロンドンが、燃えてイギリスが台頭してきたきっかけ、スペインが、没落したりフランス革命が起きたきっかけ、それから、江戸が終わっていったきっかけ、戦争に突入し負けていったきっかけというようなものの裏にはいろいろな、出来事があったように思います。特に日本の場合は南海トラフ地震が起きると西日本全体が被災します。前後にたくさん地震も起きますから、南海トラフ地震が起きた時は必ず日本の歴史的転換期になっているように思います。で、今まさに、500年に1回のいろんなことが重なっている時かもしれないと思います。西暦869年前後に一度全てが起きました。から、西暦1500年前後にも全てが起きました。全てっていうのは東日本大震災、感染症、南海トラフ地震、富士山の噴火、首都直下の地震というものが全部起きる時が500年に1回ぐらいずつあるように思うんですけども、私たちの時代もひょっとしたらそうなるかもしれないというふうに感じます。で、2回前にそれが起きた時は、日本が摂関政治を始めたりした時です。から1回前は戦国時代に突入した時に相当します。で、日本にはだいたい250ぐらい元号があるんですけれども、元号を変えるのは4つの変え方があります。今は大はじめ改元だけだったんですが、全部で4つ、あります。で、その中の1つが災位改元というものがあります。災害が起きたことによって改元をするということを日本は歴史的にしてきていて、で、それを、一通り調べてみました。で、調べてみる、見て、全部で120少し災位改元があるので、その災位改元の改元された後のこれが、元号の名前です。で、その災位改元をした、時のきっかけとなった災害が
横軸に並べてありますけれども、見ていただいて分かりますように、再改元した時の改元名称は長いとか、それから平らかにとか安らかにとか、和っていう字とか、見事に次の時代は長く安らかでいてほしいという願いがこもってるっていうことが感じられます。これもひょっとしたらある種のユートピア的なことを願ってるのかもしれませんが、で、まあこれ見てみますと、この赤三角が大きな地震が起きた時になりますけども、これは南海トラフ地震が起きた時になります。それから固まってることが分かります。気象災害が起きて、飢饉が起きて、それで疫病が流行ってるというような関連が認められます。で、そういったことが起きると戦争を起こしてるというようなことも見て取れます。それから江戸になるとだいぶ平穏になってきたので、江戸になると火災で再改元をしている、江戸に家屋を密集させたからというようなことが見て取れるということで、まあ、こういう言語の移り変わりを見るだけでも日本の歴史が見えてくるというふうには感じられます。で、鴨の長明の北条記というのはまさにこの時代を描いた災害のエッセイ集でもあるというふうに感じられます。要は、小氷期を、経験すると風水害や干ばつが起きて飢饉が起き、それに伴ってみんなが体を壊して疫病が起き、その結果混乱して平乱が起きるような関係がありそうということです。で、そこでちょっと、順番に見ていきますと、まず古文書に、最初に登場する地震は陰陽地震ですが、西暦416年、で、この時期にヨーロッパではペストが流行しています。で、このあと日本には仏教が渡来します。仏教が伝わってきます。で、この仏教が伝わってきた時に天然痘が流行るわけです。で、いつもそうなんですけども、こういったものは天然痘みたいなものって、まあ、祈るしかなかった時代なので、こういう疫病が起きると、こういう宗教が普及していく、というようなことがあって、日本における仏教の普及っていうようなことと、こういった天然痘が伝わってきたということと関係あります。で、この天然痘はどこから伝わってくるかというと、大陸から来ます。で、大陸から来たので、大陸から来たこういう天然痘を追い出したいということで、追儺の儀式っていうのが始まって、その追儺の儀式っていうのが鬼は外、福は内っていうものになります。あの赤鬼っていうのは渡来人に向こうから来た人たちっていうようなことではないかというふうに思います。で、こういった時期に日本書紀が作られ始めていきます。それから、徐々に日本がしっかりし始めていって、聖徳太子なんかが出てきたっていう時代に、まあ、つながっていくことになります。次が、大化の改新で、大化っていうのが最初の元号だと思うんですけれども、最初大化という元号を作った後、実は西暦654年から686年の間は元号が定められませんでした。で、この時に何があったかというと、白村江との戦いで、まあ、戦乱の時代、がこの間にあったわけです。から、高句麗が滅ぼされたりとか、で、まあ、日本もこういった中に、まあ、巻き込まれていきます。で、その間に、これ、筑紫地震、これ、結構大変な地震が九州で起き、684年に、歴史的には最初になる、南海トラフ地震、白鳳地震がありました。で、この白鳳地震の翌年から、伊勢神宮の式年遷宮が始まってます。これもなんだか関係がありそうなんです。伊勢神宮っていうのは南海トラフ地震にやられやすい場所です。で、そんなこともあって20年に1回ずつ、式年遷宮をするというような伝統が生まれた可能性がないわけでもありません。で、この、白鳳地震が起き、明治神宮、伊勢神宮の式年遷宮が始まった時から
もう一度、元号が始まるわけです。なんだかこういうことを考えると、どうも災害と日本の歴史って関係があったんじゃないかなっていうふうに感じられるわけです。そして天平の時代になって734年に畿内七道の地震が起きます。これ生駒断層がずれ動いたもので、古墳の中でずれた跡も見つかってます。で、この直後、天平の疫病、これ、国民の3割ぐらいが命を落としていて、かつ、藤原四兄弟が天然痘で命を、失います。で、これに困った聖武天皇が仏教に頼って何とか立て直したいと思って、聖武天皇は、日本全国に国分寺や国分尼寺を、建立し、さらにその総本山として東大寺を、作りました。で、東大寺に、この、大仏を作るということをしたわけです。で、今年エレデン子財法っていうのは、資材法っていうのが作られたのは、これは復興政策になります。農民がみんな死んじゃったので、田んぼを耕す人がいなくなってしまったので、なんとか、田んぼ耕す人を作らないといけないから、自分で開墾した人については、それは自分の土地にしていいよっていうことで、初めて、個人の持ち物としての、田んぼができ始めたのが、これ、復興政策です。で、この時に、養老断層がずれ動いてます。天平の地震です。で、養老断層は先ほど、1586年に起きましたって言いましたが、745年、1586年と、だいたい800年に1回ぐらいずつここで地震が起きているということが、これでわかります。で、養老断層は1586年に起きているので、次の地震はずっと先っていうことになります。で、この時に、東大寺が開眼供養をした。で、この時、東大寺に、塗った金箔っていうのを、作るのに、まあ、実は平城京では大変な公害問題があったのではないかというようなことも言われています。で、万葉集が編纂され始めたのはこの時期です。さらに762年に、これ、糸魚川静岡構造線で地震を起こしています。で、糸魚川静岡構造線は、この時以降、ずれ動いていないので、活断層の中で最も心配な活断層っていうことに今なってます。1000年以上動いてないからということになります。で、こういった事柄があったから、東大寺をはじめとする天平文化が生まれたということで、まあ、こういう文化が生まれる裏側には災害があったということで、ある種、これもユートピアと言っていいのかどうかわかりませんが、新しい時代のきっかけになっているということになっていると思います。で、次が上岸の地震の前後です。地震だらけなんです。H5 の地震。これ、神戸と同じ播磨の地震ですね。これ、山崎断層です。これが東北の超巨大地震です。それから、これが関東地震の疑いがあります。それから、これが南海トラフ巨大地震です。で、この時代に摂関政治が始まったわけです。これですね。それから、菅原道真が法略士に合格したのは、上岸の地震の翌年になります。で、で、疫病も起きたわけです。で、この疫病がきっかけで作られたのが八坂神社であり、八坂神社のお祭りが祇園祭りであるってことにもなるわけです。で、当時の地震の起き方が、この、絵にありますが、今の地震の起き方とそっくりだとも言われています。三川先生なんかは、まだ、これそっくりだけど、まだ起きてないのは南海トラフ地震と首都直下の地震だよねっていうふうにも見えてくるっていうようなことになるわけです。で、この時には噴火活動もとっても活発でもありました。で、実は、万葉集から、令和という、言語は取ったっていうことになっていて、大友の、旅人が歌ったこの、令和から取ったっていうことになってますが、令和の、言語を作った時に中国の人たちが結構文句を言いました。それは理由は、これとそっくりの歌が、
歌われていたからでありまして、長江が歌った、これです、貴殿府にある歌なんですけども、春麗月話って書いてあります。これ春麗月話でそっくりなんです。でおそらく、この、万葉の歌人たちは、中国の、門前という、本を必ず読んでいたはずで、この門前の中にあった、この貴殿府の、歌のことを知っていたんだと思います。これを参考にしたんじゃないかなと思います。でこの 歌を歌った長江さんというのは、実は、世界で初めて、地震計指導儀を作った人で、で、西暦138年に洛陽であった地震を、初めて観測しています。で、これ1000キロ離れた地震の揺れを観測したものです。これどういうふうにどういう原理かというと、中に棒が立ってまして、揺れると棒が倒れて、で棒が倒れるとこの竜の、首のところの口を開けさせて、ここにある、玉が、この下のカエルに落ちてガーンという音を鳴らします。でその揺れた方向からどっちの方向の地震かということを検知するという 理屈になっているようであります。でこの、令和が決まった時、みんなが、太宰府を訪れました。どうしてかというと、大友の旅人は、太宰府の長官だったからであります。で、この太宰府で行われた、梅花の宴で歌われた、梅花の歌の序文として大友の旅人が歌った、ところから令和を取ってきたわけです。でこの、梅花の宴というのは、書道で有名な大木石さんがやった曲水の宴を真似てやったものらしいです。で太宰府っていうと我々が思い浮かぶのは、菅原道真です。で菅原道真はどうして、神様になったかというと、そもそも菅原道真は方略士という試験を受けたからであって、これは西暦870年なわけです。でその時の試験問題は、地震について弁せよと、士族を明らかにせよだったわけです。で地震について弁せよという問いに対して、菅原道真はこの長江が開発した江風地道儀のことを答えて合格してるわけです。だから令和っていうのはめちゃくちゃ地震と関係があるんです。で菅原道真も地震と関係があるんです。で、で彼は、いろいろな、地震や火山を、まあ、乗り越えてこの国を安寧に保ってくれたんですけども、一通り終わっちゃったところで彼は、太宰府に左遷されます。左遷される時に歌ったのが、こちふかば匂いよこせよ梅の花、主なしとて春を忘るなです。さらに2年後、彼は、命を落とします。で、命を落とす時に言ったのが、人に引かせず牛の行くところにとどめよって言ったので、それで天神さんに行くと必ず、梅の花と、牛がいるということになります。で、この後彼は命を落とした後、まあ都で不吉なことがいっぱい起きたこともあって、これは、道真のたたりではないかということになったので、彼が埋められたお墓、牛がとどまったところに作ったお墓の上に太宰府が、太宰、天満宮が作られるということに至ったということで、何が言いたいかというと、天神さんに行った時には必ず地震のことを思い出さないと合格しないぞというふうにみんなで言うことが大切であるということが、ここから言いたいだけだったんですけども、まあ実は令和っていうのはとっても、地震と関わりがあるということと、それから実は南海トラフ地震が起きるときは、和っていう、名前がついている言語の時が多いということもあります。忍なっていうのもそうです。昭和っていうのもそうです。公和っていうのもそうで、和がつくと南海トラフ地震は起きやすい気がするので、令和にはきっと起きるだろうと勝手に僕は思っています。で、この、上岸の時代に、たくさん噴火した場所が九州のこういった、火山です。で、こういった火山は、フィリピン海プレートが潜り込んでいくことによって作られた火山でありますから、一直線に並んでます。これ、霧島火山帯です。で中でも、口永良部島っていう、のはこんな立派な噴火をしましたが、
たまたま私この口永良部島が噴火した時に気象庁にたまたま打ち合わせで行ってたのでパチッと写真撮ってみました。これ気象庁の火山課の人たちです。噴火をした2時間後ぐらいだと思うんですけど、見てみると火山課の人たちみんな仕事してなくってぼーっと立ってんです。なんでだろうかっていうと、多分観測網がないのでよくわからなかったからだろうと感じられます。で、実はこの口永良部島の近くのこの辺りっていうのは、7300年前に機械カルデラ噴火をした場所になります。で、本州全体に、火山灰が降ったわけです。で、このこととこれが関係があるような気がして私はならなくて、昨年、世界遺産に、縄文遺跡群が、なったんですけれども、世界遺産に登録された縄文遺跡群、これは、狩猟民族の、集落で非常に珍しいものなんですけれども、それって北海道と北東北だけなんです。となるときっとこの機械カルデラ噴火で、九州だけじゃなくて、九州の縄文文化はこれで途絶えたんですけども、それだけじゃなくて、日本の、集落、縄文の集落っていうのは、維持ができなくなったんじゃないかなっていうような気もします。これもユネスコ遺産になったわけですから、ありがたいことなので、結果として一つの良かったことなのかもしれません。で、そういうふうに考えると、ここの阿蘇のカルデラが全部吹っ飛ぶようなことが起きると、日本中全部、火山灰に覆われるわけなので、日本には住むことができなくなるということになるんだろうと思います。で、もう、この、三角が全部カルデラ噴火の後ですけども、よく見ると全部観光地なんです。これもある種の、災害の起きた恵みなわけです。美しい景色っていうのは基本的に全部大きな災害によって作られて、結果として今観光地になってるというふうにも見られます。で、そういうふうになってる理由っていうのは、日本列島が、力を受けてるからで、九州で言えば南北に引っ張られてここに溝ができて、溝の端っこのところのひび割れが活断層で、これが2回の熊本地震を起こし、そしてひび割れができるとそこがマグマの通り道になるから、それが火山になって、その、マグマが周辺の水を温めるから温泉ができて、同時に、火山の山々ができるから、それが、季節風を受け止めて雨の恵みがもたらされ、時々豪雨災害となり、そして、火山灰の中を水が通っていくと湧き水が出てきて、水前寺公園のような素敵な公園ができ、そして、火山灰の上でお芋が取れ、で、おいしいお芋とおいしい水があるとおいしい芋焼酎が取れ、さらに美しい景色もできるから、ハッピーハッピーっていうのもこれはあるわけです。ハッピーハッピーもある代わりに、地震や火山は絶対来るわけだから、それで、独特の日本文化ができたということで言うと、これもある種の、長い目で見た時の災害ユートピアであるというふうになるんだというふうに思います。で、こういったことを忘れてしまってるってことに問題があるんだと思います。これが戦国時代から江戸中期にかけてです。この時はこれが、東北の超巨大地震です。その後、飢饉があり、疫病があります。さらに、これが、関東地震だと思われます。そしてこれが、南海トラフ地震です。そして富士山の噴火です。その間に乱がいっぱい起きていって戦国時代に突入していくっていうことが見えてくるわけです。これ5つ全部起きてるんです。南海トラフ地震、関東地震、東北の巨大地震、疫病、飢饉、そして富士山の噴火、さっきの上岸の時代と同じなんです。で、その後戦乱の時代がありましたけど、その後最後に、本能寺の変の後で、秀吉が関白になった後、養老の地震の天正地震、それから、秀吉が征服をした後、
文禄の駅で朝鮮に出て行った後、今度は1596年の9月1日に伊予地震、これ中央構造線、3日後に豊後地震、これが別府羽山断層、さらに翌日、6個の断層で伏見地震、これで伏見城が倒壊するわけです。で、伏見城が倒壊しちゃったので明との講和に失敗して、で翌年慶長の役で朝鮮に出兵で、翌年秀吉が命を落として、でみんな日本に戻ってきて、で関ヶ原の戦いで大喧嘩で、家康が勝って江戸に幕府を作るということになったわけです。で、直後に南海トラフの地震とおぼわしき、慶長の地震、さらに慶長の三陸地震、これおそらく北海道のマグニチュード9の地震です。で、これがあったから、伊達政宗は、仙台復興のために長谷倉常長をヨーロッパに派遣するっていうようなことをし、高田の地震が起きた後、大阪冬の陣夏の陣で豊臣家は滅亡するってことになって、まあなんとなく地震がいっぱい起きる中で歴史的転換が起き、江戸が始まったっていうふうに感じられます。で、今度江戸の中期何が起きたかというと、まあ、いくつかの地震が起きたり、江戸の大火が起きたりした後で、これが東北の、房総沖の地震ですね、さらに、元禄の関東地震が起きます。元禄の関東地震の同じ日、豊後で地震が起き、4年後に南海トラフ巨大地震が起き、翌日富士宮地震が起きた後、富士山の大噴火があり、翌年、京都が燃えて、で新井白石の聖徳の地が始まり、だけどその後地震が立て続けに起きたのであまりうまくいかなくって、で、吉宗を迎えて享保の改革をするというようなことをして、まあなんとか江戸が持ち直したというようなことがこの時期あります。で、その様子をちょっと見ていただきます。お犬様の時代、こんな地震が起きます。赤穂浪士の討ち入りの事件の翌年、過去最大の関東地震が起きます。同じ日に九州で地震が起き、4年後にこんなとこで地震が起きた後、1日で、東海地震と南海地震が起き、翌日富士宮地震が起き、49日後に富士山が噴火し、で翌年、京都が燃えたので新井白石の聖徳の地、でその後いくつかの地震が立て続けに起きたので、あまりうまくいかず、とうとう吉宗さんを、和歌山から、江戸に、迎える、で、享保の改革をしてもらってなんとか、持ち直したというのが、これが元禄の時代が終わった時になります。次は幕末です。幕末地震だらけなんです。で、この地震だらけと台風とコレラでおそらく江戸は終わっていきます。どんな感じかって言いますと、まずは最初にこんなことがあって、その後シーボルト台風がやってきて、いくつかの地震が起きた後、飢饉や乱があって、でこんなところで、善光寺で地震があって1万人が命を落とし、小田原で地震があった。こっからやばいんです。この直後にペリーがやってきます。で、そして、日米和親条約を、1854年に結んだ後、夏に伊賀上野地震、そして冬に東海地震、翌日南海地震、さらに翌々日保養海峡の地震、年が明けて飛騨の地震、とうとう江戸直下の地震で密東藩の江戸屋敷が潰れる、藤田東湖や吉田、戸田中太夫が命を落として水戸の尊王攘夷派が力を失う、さらに江戸を、暴風が直撃、家々が吹っ飛んで10万人ぐらい命を落としたという説があり、さらに芸陽地震や、飛越地震が起き、年が明けてコレラの大流行、これで10万近い人が命を落としたと思われます。その時に大老に就任したのが井伊直弼で、彼は安政の大獄をしでかします。だけれども2年後に桜田門外の変に倒れ、その後、はしかなんかも流行する中、江戸が、明治へと移り変わっていくということになります。
どうも裏側にはたくさんの災害があったような感じがするということであります。そして、今度は、なんで大正デモクラシーが、戦争へと行っちゃったかっていうふうに考えると、第一次世界大戦の最中に起きたこういうスペイン風邪、その後の、関東地震からの地震の続発というような事柄が、きな臭い時代へと持っていき戦争を起こしたような気がします。それをちょっと振り返ってみますけれども、江戸になって、20年経ったところで、日本は近代化に成功して憲法を作り東海道線を開通させ、その年に熊本で地震が起きます。その2年後、過去最大の内陸直下の地震濃尾地震が起きます。当時4000万人の日本の人口でしたか、その人口の中で、亡くなったのが7000人ですから、今で言うと2万人以上命を落とした地震ですから、日本は窮地に陥ったと思われます。西洋から導入した建設技術も問われました。結構壊れました。この3年後戦争を始めます。戦争の最中に庄内地震、戦争に勝利した後、明治三陸地震で2万人が命を落とします。そして1904年に日露戦争が起きます。日露戦争に勝利したの理由の一つは日本海大海戦で勝利したからです。実はこの日本海大海戦の5日後呉の海軍基地が潰れます。芸用地震です。ですからこの5日後が5日前だったら日本はロシアに負けていて、今頃日本はロシアだったかもしれません。微妙です。そして、さらに姉川地震が起き韓国を併合します。そして第一次世界大戦、でその、戦争特需で日本は豊かになって、この時期大正デモクラシーの時代を迎えます。この戦争の最中、桜島の噴火、20世紀最大の噴火から東京湾が高潮で、沿岸部が水没します。東京湾沿岸の、塩田がなくなった理由はこれです。それから、スペイン風邪が流行します。スペイン風邪で4000万人ぐらい世界で命を落としているので、それで第一次世界大戦は早めに終結したと言われています。日本では40万人ぐらいが命を落とします。これが収束した3年後関東地震が起きます。で、多くの人たちが命を落としたということになります。で、国家予算の3倍のお金を失っちゃったので窮地に陥ります。さらに2年後北田島地震、さらに2年後北丹後地震、この、直後に金融恐慌です。震災手形が不良会計債権化します。で3年後北伊豆地震で、翌年西埼玉地震、この時に満州事変です。さらに、昭和三陸地震の1ヶ月後に国連脱退、翌年小、函館の大火と室戸台風がやってきて、で226事件に突入し、日中戦争太平洋戦争となって、戦争の最中鳥取地震、翌年次の南海トラフ地震である、東南海地震が起き、名古屋に集中立地していた軍需工場が、痛手を受けます。この結果飛行機が作れなくなります。さらに翌週名古屋の最初の空襲があります。最初の空襲でやられたのは今名古屋ドームがあるところにあった、三菱のエンジン工場です。さらに1ヶ月後に三河地震が追い打ちをかけます。でこれで日本はもう戦争継続能力なくしたんだから、ここで、降伏しておけば日本は不幸せにならずに済んだわけです。これ降伏しなかったから東京大空襲があり、沖縄が陥落し、原爆2発が投下され、ボロボロになって敗戦を迎えます。その1ヶ月後、広島を枕崎台風が襲います。3000人が命を落とします。翌年、南海地震。翌年、カスリン台風が東京を襲って、東京が水没します。さらに、翌年、福井地震が起きて、日本はボロボロになります。戦災と震災と風水害で。だけども、ここで朝鮮戦争が起きてくれたので、日本は息を吹き返します。というのが、この時の日本の歴史になります。で、こういうふうに見てくると、
南海トラフ地震前後の地震の活動期に常に日本は大変なことを、大変な思いをしたということがわかります。ちょっと復習してみると、濃尾地震が起きたときは、ちょうどこういった時代背景になってきているということになります。これ起きたことは、兵庫県南部地震とそっくりです。でこの、時に、日本人は、大反省をして震災予防調査会を作り、地震研究と耐震研究を始めたわけです。でこの、震災予防調査会を作るときに書いた、文書がこれで、どんな材料どんな構造が地震によく耐えるのか、建物の振動を減らす方法はあるか、これ免震ですね。どんな種類の建物が危険なのか、取締法は、どんな地方が震災が多いのか、ハザードマップみたいなもんですね。どんな地方で、同じ地方でも、地盤によって安全性は異なるのか、地震の予知を、する方法はあるのかないのか、というようなことが書いてあったわけです。こんな感じで、すごいことが書いてあります。このおかげで日本は、地震研究や耐震研究ができるようになったってことです。東京の、様子はとっても、僕たちにいろいろなことを教えてくれます。これ滝村先生が描かれた絵ですけども、これが、元禄の地震の時の、江戸の犠牲者、これが大正の地震の時の東京の犠牲者で、200倍も、犠牲者が増えました。これは、東京の人たちが、隅田川の東側に町を広げたからです。これだから東京の人たちの、町づくりの失敗で7万人も東京で死んじゃったということになります。隅田川の東側に町を広げて、そこで6万人が犠牲になったということです。すなわちだからこれは、天災ではなくて人災だと思います。でこのことをどのぐらい、教訓にしてるかということが問われるわけですけれども、信じられないことに東京の人たちは一番危険なところでオリパラをやり、一番危険なところに東京スカイツリーを作り、かつての日比谷の入り江の一番危険なところに大手町丸の内有楽町を作り、そこに超高層ビルを林立させてるってことをしています。だからこれは、なんだかなって僕たち地方人は思ったりするわけであります。だけども、この後後藤新平が頑張るわけです。で後藤新平は、東京市長だった時に、非常に、大風呂式な、都市計画を、作っています。でその都市計画を、東京市長時代に作っていたおかげで、地震が起きた後、すぐに、帝都復興計画を作ることができたんだというふうに思います。東京市長時代に、作った東京市政要綱というものが帝都復興計画につながっていき、今の東京の多くの部分はこの帝都復興計画で作られたものに依存をしていると思います。昭和通りとか、あるいは隅田川に架かる立派な橋とか、ほとんどこの帝都復興計画で実現されたものだと思います。そういう意味で言うと東京の町の災害ユートピアともいえる、災い転じて福となした結果がこの、帝都復興計画であると思います。ただし戦災復興は失敗をしているというふうに、思います。で後藤新平は、どういう人かってまとめたものがこれでありますが、彼は1858年、に、彼は1857年に生まれてます。で生まれた直後に起きているのが安政のコレラなんです。で彼はお医者さんでした。でお医者さんにで、その後、岩手生まれなんですけども、お医者さん時代に、お世話になった方が、愛知県の知事さんに相当する役職になって愛知県に来たので、彼は、その知事さんにを慕って、愛知の病院に勤めます。でその後、彼は病院長になりますが、実はこの病院は今の名古屋大学の付属病院に相当します。なので彼は名古屋大学の、要は医学部長だったわけです。で彼はこの時に、
指示した、先生が、外国人の先生で、その先生は、衛生の先生でした。要は感染症の先生だったわけです。なので彼はその後、名古屋大学を辞めた後、内務省に、行って衛生局に勤めます。でその後、彼は衛生局長にもなるわけです。でその間、今の厚生省ですけども、候補研究所へ行って、で、細菌研究をしていました。これすごいんです。北里茂三郎、柴三郎と一緒に研究してたんです。で、彼はそれで日本に戻ってきます。で、衛生局長になります。で、もう、この時に、まあ、逮捕されちゃったんです。変なことをやったと疑われて、ある種の選挙違反みたいなことをしたというふうに、疑われたのかもしれません。あるいはマイナーを受け取ったとも、思われます。だけどそれは無実だったのでその後釈放されます。で釈放された後日清戦争から帰国をする兵士たちの、感染症の対策をやったわけです。臨時陸軍検疫部事務官庁っていうのになって、これでものすごい大活躍をするわけです。でその時の、陸軍のトップが児玉源太郎だったんです。で児玉源太郎はその後台湾の総督になるんです。で台湾の総督になった、児玉源太郎に連れられて彼は、台湾に行きます。衛生顧問として。さらに台湾総督府の民生局長にもなるわけです。で、彼は大活躍するわけです。もともと医者だったのが、台湾経営に乗り出します。さらに台湾で、実は衛生顧問として感染症対策したんです。だから、今回の感染症で台湾はめちゃくちゃコロナ対策万全だったわけです。これは後藤新平のおかげなんです。で、その後、彼は、南満州鉄道の総裁になります。今度は満州経営をするわけです。で、それが終わった後、日本に戻ってきて、いろいろな、外務省の、外務大臣になったりとか、内務大臣になったりとかします。で、外務大臣をやっていた時に、シベリア出兵があるわけです。でその時に毒ガス用に塩素を開発しているということを知ったんです。だけどもシベリア出兵をしないことになっちゃったから塩素が余っちゃったんです。でこの時にちょうどスペイン風邪が起きてます。で彼は東京市長になります。東京市長になった時に彼はこんなことに気がついたんです。塩素を水道に混ぜればいいんだって。それで水道に塩素を混ぜることができるようになって、この後子供たちは死ななくなったんです。水がきれいになったから。これまでは生まれたての子供たちいっぱい命を落としてたんですけども、後藤新平が市長になった時に塩素を入れることによって、東京での子供たちの死者が一気に減りました。でその後彼は今でいうボーイスカウトの団長になります。で、関東地震が起きて、で、東京市長時代にやった都市計画を生かして帝都復興計画を作る。で、この、時に、朝鮮人の虐殺の問題ができて、ちゃんとラジオしないといけないぞとなったので、彼は東京放送局の初代総裁なんです。めちゃくちゃすごい人なんです。ということがあんまり知られてないんですけども、これも、ある種、まあ、災い転じて福となすということを自らやったのが後藤新平であるというふうに感じられます。で、次が、南海トラフ地震です。で、これ、
戦争中に起きた地震で、さっきのように工場が壊れたので飛行機を作れなくなった。さらに1ヶ月後の三河地震で、さらに追い打ちをかけられて、まあ、これで戦争を続けることが難しくなったっていうのが、まあ、あったわけです。さらにその後、名古屋は空襲でやられていってしまって、やられたのがこれが三菱重工名古屋発動機製作所のこれはエンジン工場であった。しかも全部燃えちゃった。全部燃えちゃった後、見事に、100メートル道路を作って、今の名古屋の町があるってことになります。で、戦後は、今度は台風だらけなんです。で、これはどうしてかっていうと、戦時中に山を丸裸にしちゃったからです。石炭や石油を輸入できなくなったので、炭に頼るしかなくなったので、山を荒らしたので、台風によって大変な土砂災害が起きるようになり、毎年のように死者1000人を超すような風水害があって、で、とうとう伊勢湾台風で5000人命を落とした。それに、よって災害対策基本法を作ったということになります。で、その様子がこんな様子で、これは、伊勢湾台風の1ヶ月後の様子になります。水はここまで、来てます。で、当時の家っていうのはとっても質素で、どういう家かっていうと、こんな家なわけです。だけど、伊勢湾台風1ヶ月後に、10日後の映像ですけれども、水没した家に、みんな、家に戻って、自ら復旧復興に勤しんでいる住民が見えます。ものすごくたくましいっていうことがわかります。で、この後どうなったかというと、すべてが水に浸かるわけです。海抜ゼロメートル地帯は堤防が切れたら全部水に浸かるということで、まあこういうふうになったわけです。で、これが、もうすぐ江東区がこうなる可能性があるわけです。江東デルタ地帯であります。で、こういったことを我々はあまり学んでいないということになります。で、今度は平成です。平成は真っ赤っかなんです。地震だらけです。昭和の後半の30年間ほとんど地震が起きてませんけども、平成の30年間は地震だらけです。特に西日本内陸直下の地震が多かった。ということはこれはもうすぐ南海トラフの地震が来るよって言ってるってことにもなるのかもしれません。で、まあ、そういう中なので、今何とかしようってことで、作っているのが国土形成計画になります。これ、7月に国土形成計画の中間取りまとめが行われています。で、ここに何と書いてあるかというと、巨大災害リスクへの対応、気候変動への対応、東京一極集中の是正、地方を豊かに、地方を何とかしないといけないということが書いてあって、まさにこれができるかどうかが、この国の将来を決するということになります。特に東京を小さくしない限り、この国は無理なので、何としても東京をちっちゃくしないといけない。からもう、国そのものは1200兆も借金してるから、国では何もできないから、民の力を最大限発揮する官民競争。それから、もう縦割りじゃ無理なので、横串の発想。で、デジタルを活かして、テレワークをはじめとした形で、みんな地方へ移動しようというようなことが書かれています。それからもう一つ、巨大災害リスク、特に南海トラフ地震、首都直下地震のことを考えると、やっぱり、もっと、地域に人が分散していかないといけないというようなことも書いてあって、まあ、これをなんとか達成しようということが書いてあるわけです。で、しかも、もう起きることが分かってるわけですから、後藤新平の東京市政要綱や帝都復興計画を模範として、もう今の時点で日本復興計画を立てとかないと、おそらく日本はやっていけない国になってしまうというようなことで、まあ、こういったことをやらないといけないわけです。で、そういったことを考えていたところ、なんだかこのところおかしなことが起きていて、コロナで、まあ、車が作れなくなったりとか、ウクライナで石油や LNG や食料がなくなったりとか、明治用水の水漏れが起きたりとか、東京では電力の逼迫が起きたりとか、KDDI の通信障害が起きたりとか、安倍総理が、まあ、お亡くなりになるとか、ありえないことがこの1年起きてるわけです。で、どうもやっぱり足元が完全におかしくなってるので、そろそろ、今こそちゃんと、ものをしっかり考えないといけないだろうなって感じます。
で、皆様東京の方々はあまりご存じないかもしれないと思って明治用水のことを書いてみたんですけども、これ矢作湾のここに堰を作って水を溜めてるんですけども、それが下のコンクリートが劣化して水密ができちゃって水が溜められなくなって、で取水口に水が行かなくなって、お隣の明治用水に水が行かなくなりました。でこれ大騒ぎしたわけです。実はこういうことを日本中でしょっちゅう起きてるんですけども、大騒ぎになりました。どうしてかっていうと、日本で一番お金を儲けている、車を作っている場所に水が行かなくなったからです。でこれが行かなくなるということは日本が終わるっていう状況になるっていうところに追い込まれたからであります。で、どうしてそういうことになったかというと、でこのことについては3年前に私たち国に、こういうことが起きるから、明治用水の投資を何とかしないといけないということを中部経済連合会から国にボールを投げていましたけども、やっぱり、当然ですが縦割りの国なので治らなかったということになります。事前には。で何が起きたかと言いますと、明治用水の投資口っていうところ、ここが水漏れを起こした。でこっから、明治用水を流していきます。で明治用水って日本で一番有名な農業用水で、この農業用水で碧海台地というところに水を送ることができたことによって、安城という場所が日本のデンマークになったわけです。でそれが1972年に、矢作ダムというダムを作ったことで、そこに溜めた水については、工業用水に使ってもいいよということで、その水は明治用水の途中から分岐させて工業用水に持っていくってことをしました。でこの工業用水は途中から分岐させて安城浄水場っていうところで水をきれいにして、でそこから四方八方に水を流して西三河の工業用水っていうのができました。でこの水を使ってるのがトヨタグループなんです。でこの場所は神奈川県の、1.5 倍のお金をこの場所だけで儲けています。28兆円ここで儲けてます。神奈川県の 1.5 倍です。ここが止まると日本中の部品工場が止まります。で、この端っこに日本で一番大きな火力発電所があります。碧南火力発電所。ここはこの水がないと電気が作れないんです。で、この水とこの電気を使ってるのがこの会社なんです。で、ここで電気がなくなったら終わりなんです。で、もう実は僕たちこの提言を作るとき一緒に電力会社と自動車会社の人とやってたので、電力会社は5日分の工業用水を貯めてたんです。で自動車の製造をしているいろいろな関連工場はみんな井戸を掘ってくれてたんです。なのであらかじめ備えてくれてたおかげで事なきを得て日本全国に影響を与えずに済んだんです。でこういうことは東京の会社は何もやってません。電力の逼迫は東京で起きました。どうしてかっていうと、季節外の記録的暑さだったからです。季節外は発電所は定期点検してるんです。だから発電できないんです。でみんなが太陽光を使うようになったから、せっかく発電所作っても利用効率悪いので、みんな発電所を作りたがらないんです。で、結構コストがかかる石油火力なんてみんなやめちゃってんです。でそういうとこに、電力自由化なんてバカなことしたので、何やってたかっていうと、新電力はスポットで安い燃料を買ったもので安く電気を売ってたわけです。だけどウクライナの戦争で燃料代が高くなっちゃったから、だから新電力は売れば売るほど赤字になってしまうので、みんな新電力潰れちゃったんです。でも潰れちゃったところでもう今更発電所足りないから無理ってことになって、6月に東京の人たちはなんと 107% も電気を使っちゃった。でそれをみんなで助けてあげたわけです。でさらに自由化しちゃったから、技術者はみんな営業マンになっているので、発電所は技術者が全然いなくなっちゃいました。でここへ来て、原発を動かしたいって言ったって10年間原発動かしてなかったので、
原発の運転ができる技術者がいなくなっちゃってるので、どうしようもなくなってるっていうのが現状であります。でこれが多分東京的価値観でやっちゃってきたことなわけです。でこの冬はだからすごく厳しい状況にあって、でこういうところで自然災害が起きたら全く無理です。特に東京は発電所がないんです。東京は神奈川と千葉の発電所で電気を作っていて、で一方で一番電気を使っていて、その電気を使っているのが超高層ビルなので、相当やばい状況にこれからなるというようなところが今の現状です。でちなみに一番危険なところで油やガスや電気や鉄を作ってます。東京湾岸も同じです。でここに工業用水が行かないだけで全部止まります。ということは神奈川や千葉で直下の地震が起きただけで東京全部終わりということになります。名古屋も同じような状況になってます。で、実は、日本って製造業で海外からお金を儲けてますけども、こういう工場だけじゃなくて3万点の部品を使ってる作ってる3万社全部が生きてないといけないんですけども、これ全然ちゃんとやってないんです。で通信が生きてないと発注できないし、物流生きてないと部品運べないし、すべての工場に電気ガス水が行かないとダメだし、お客さんに車届けないとダメだし、港を介して海外に部品や完成車両を持っていかないと車売れないんです。でこの車が売れない限り日本は世界からお金が儲けられないので、で東京って実はこういった汗をかいている、まあ、あの愛知とか、まあ製造業の町の、恩恵によって、稼いだお金が流れていって、そこで第三次産業が、まあ、あるわけなんですが、元が断たれたら実は無理なんです。でこういったことがあまり理解されてないような気がしています。でこれは現代社会の状況なわけです。だから我々は過去の災害に学ぶということでの歴史に学ぶと同時に、一方で現代社会がどういうふうにして営まれているのかということを考えないといけないということになります。で、で今のようなボールを中経済界から国に投げたところ、国の方でちょっとじゃあ検討会作ろうかということで、こんな検討会作ってくれて、私この検討会取りまとめさせていただいたんですけども、調べていくと簡単でした。縦割りの国なので全体を見てる人がいなかったってことなんです。でそれは歴史的にも全体見てないし、からどういう仕組みで日本って成り立ってるのかってことを見てる人もいないし、例えば、水であれば一番上流は国交省の川、その下流に農水省の農業用水、その下流に経済産業省の工業用水、その下に、電力会社があって、それが相互依存してるけど、その相互依存してることに気がついてる人がほとんどいないっていうようなことであります。なので、みんなで頑張らないといけないっていう気になってる人がいなかったんです。で、サプライチェーンですら全体像が見えていなくて、一つ下の仕入れ先のことしか知らなかった。なので、大企業ですら何もやってなかったんです。はい、ハード対策は。ましてや中小企業は何もやってなかったというのが、どうも日本の国の実態なので、こういったことを見た上で、過去のことに学びつつ対策をしていくということが必要で、で、まあ、来ることを前提で考えると、ちょっと今のようなことを考えながら、明るく楽しく前向きに頭を使うしかないのかなというふうには感じていて、で、災い転じて福となすように災害を減らすビジネスを作っていくっていうことが肝心なんじゃないかと思っていてですね、私自身は今どんなことやってるかというと、水に浸かっても家の中に水が入らない家を作ったりとか、それから、東京以外の人はみんな車持ってるので、車がベッドだと思えば、いざという時に、水回りだけ持ってってあげればいいので、水回りだけを、入れたライフラインに頼らない、コンテナを作ったりとか、それからコネクテッドカーってセンサーだらけなので、コネクテッドカーについてるセンサーをうまく防災利用できないかなっていうようなことを、一緒に
トヨタの人たちと考えるなんてことして、防災ビジネスをちょっと、作っていったらいいかなというふうに思ってるっていうようなことをしていますというので、一応、お話は以上です。はい。ありがとうございました、先生。すごい。もう、感動ですが、しかし、大変やな。いかがわしい話でごめんなさい。はい、いや、もう大変やなというふうに、確かに思います。で、まあ、もうあまり時間がないんですけど、板垣先生とか、八代さんから何か、先生にご質問等あれば、おっしゃってください。ミュート、八代さん、ミュートを外してください。ごめんなさい、はい、本当にまさに内容の濃くかつ非常に視野の広いですね、熱量のある講義を聞いて私も感動いたしました。まずありがとうございます。久しぶりに、ね、たったまあ1時間半もない時間でこれだけの、まあ、歴史のもう最初から現代に至るまさに現代の問題がにつながってくるんですよね、全てがね、はい。でそういうところでまたこれから私も勉強させてもらいたいと思いますし、まさに目から鱗ということは結構あったんで、本当にありがたく視聴させていただきました。まずとにかく御礼申し上げます。はい、じゃあ木先生どうでしょう。はい、お話ありがとうございました。私は看護学生に災害看護という形で、授業をしたりその演習をしたりしているんですけれども、今日の先生のお話で実はその第二次世界大戦後から私は話してるんですね、日本の災害って。でも、はい、今日の先生のもう、大化の改新以前からのお話というのは実は初めて聞く機会だったので非常に興味深く聞かせていただきました。まあ、看護の学生はそこまで知らなくてもいいのかもしれませんが、しかし500年単位とか100年単位でものすごく世の中が変わってきたんだよということはやはり伝えた上で、その今の社会のその何でしょうね、すごくこう耳障りのいい、ここで言うとだから誰かに誤解を招くといけないんですけど、こう言葉はあるんですが、実際医療の世界も災害のことってちゃんと教育を受けてるかっていうと、看護師はなんとか国家試験に出たりしてるんですけど、それ以外の職種の人はあまりそこまでやってないっていうのが本当は現実なので、ただそれを言うとこう気分が悪くなる方もいるかもしれないんです。だから世間の人はあの職種は絶対これやってるよねって思う職種が、いや実はまだこう私たち発展途上ですよっていうか、そういう領域様もあるので、まあ、先生の頭を使うは本当に私のこれからの指標になりました。今後もよろしくお願いいたします。ちなみに私は青森県の弘前にいまして、東日本大震災の時は、はい、あの沿岸部の方にボランティアに行きました。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、やっぱり災害ユートピアという観点から考えると、先生の今日のお話の中では後藤新平さんの、うん、本当に詳しいお話を聞かせていただいて説得力があったんですけど、うん、やっぱり前もっての計画が、それがあって初めて、うん、震災の後に、まあ、ユートピアの一瞬のいろんな規制の緩みというか、はい、そういったものを突破して、はい、新しいことができる可能性というのは前もってやっぱり考えておかないと絶対ダメなんだということが今日のお話でもすごくよく分かりました。はい、で前もって考えるということの困難さというのはずっとつきまとってきてるんですよね。うん、僕は先生のお話を初めて伺ってからもうだいぶになりますけれども、うん、なかなか、皆が考えるようなところに頭を使って考えるようなことになかなかならないのはどうしてかというのの一つにね、この前お話ししましたけど、
たまたま1000年前の常願地震のことをちょっと調べていて、で日本書紀や、万葉集にどうそれが出てくるのかと思って見たところ、実は万葉集には4500余りの句があるんですけども、一つもない、地震津波の句が一つもない。日本書紀にはちょっとあるんですね。今日の先生のお話に出てきた一番最初の殷陽天皇の頃の、に、ないという、地震と書いてないをのことが実は歌として最初に出てくるんですけども、でも非常に少ない、うん、というのがなぜかというので、実は万葉集の先生方ともちょっといろいろお話をしてたんです。今日の先生のお話の中でやっぱり地震やいろんなもので、言語が変わるという精密なお話がありましたけども、うん、実は言語を変えるぐらいしか最初何もできなかったということが一つあると思うね。言語を変えて祈るということをする以外ということはどういうことかというと、どうも人間社会の問題ではなくて神の世界というか、タブーの世界というのが、地震や津波にあってですね、だから祈ることとか、言語を変えることしかなかなかできなくて、本気にその自分のものとして歌で読むとか、そういうふうなことが読まれたものもあったはずですけれども、直線和歌集なんかには一切取られてないということで、万葉集の研究家なんかとも話をしたんだけども、編集方針として抜いたんではないのかというふうに私なんか問いかけてみたんですけども、どうもそういうわけでもなさそうだということで、これは、禁忌というかタブーの問題があってですね、でそれの DNA が今も続いているんではないかというちょっと気もしないでもないです。だからそこのところにどう今日の先生のようなちゃんと歴史と年表と災害史とそういうものをずっと捉えて関連つけて、神の問題ではなく、日本現代の知性の問題としてやらねばならんというのは、初めて万葉集なんか勉強して初めて、最近分かってきました。本当に最近分かってきたというふうに思います。そうです、先生これ末の松山、これとこれですね、はい、そうです、これは出てくる、うん、これはまあ確かにあって、しかも東日本大震災の時にこのもう本当に末の松山が、ここでやっぱり止まって、波草地とはという、うん、そうなんですね、まさにその通りだったんですけども、これ並みのものがバンバンあっても良さそうだというふうに思うんですけど、本当にこれしかないみたいなところがあるわけですね。だから、そこは、まあ、万葉集のところあたりから勉強しようと思ったんだけど、万葉集は一個もないと思ったら勉強のしようもないので、でも今日のような先生のようなやっぱり歴史とちょっと対比してですね、それの流れをしっかり、みんなで勉強するということによって、このなんとなく、自分だけは助かるだろうという例の気分を払拭しですね、そしてタブーも払拭し、現実を見て対策を頭を使うというのは今日本当にもう、素晴らしい納得をさせていただきました。さすが福和先生、ありがとうございました。で今日割と人数、直接の参加は少なかったんですけども、この前私の話なんかもそうだったんですが、この後、ミラクルテレビのアーカイブで、かなりたくさんの方が視聴するということもございました。
多分今日見損なった方はそちらで見ていただけるんだろうというふうに思います。どうも本当に先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。じゃあ退出します。はい、ありがとうございました。やつさんどうも、稲垣さんもありがとうございました。ありがとうございます。これ終了にしてもいいんですけど、稲垣さん、あのパソコンの、あの録画とはい、インストールがこれから始まりますので、じゃあレコーディングは止めていいんですよね。停止します。じゃあこれで停止します。ありがとうございました。停止して停止、はい。